まず上野貴子議員の質問を許可します。上野議員。皆さんおはようございます。質問の機会を与えていただきありがとうございます。それでは通告に従って質問をさせていただきます。1、通学路の安全対策についてです。4月23日、京都府亀岡市の府道で、集団登校中の児童・保護者の列に軽自動車が突入し、10人が死傷、さらに4月27日には、千葉県館山市、愛知県岡崎市と、登下校中の児童が死傷する事故が相次いで起こりました。昨年1年間で、交通事故に遭った児童数は2485人に上ります。不幸な事故を二度と起こしてはならない、事故の防止策、軽減策を講じていかねばならないと思いますが、市の取り組みをお聞かせください。2、がん対策についてです。本市のがん検診受診率は低い状況とお聞きしますが、そのうち平成23年度の乳がん検診の受診率はどうなっていますか。またそれは大阪府平均と比べるとどのような状況なのかお尋ねします。また本市の乳がん検診は40歳以上が対象となっておりますが、市民の方より30歳代から受診できないか等のお声を聞きます。30歳以上を検診の対象とすることはできないのか、市の考えをお聞かせください。3、不育症について。妊娠はするけれど流産や死産を繰り返してしまう場合を不育症と言います。しかし正しい検査と治療を行うことで8割以上の方が赤ちゃんを出産することができると言われております。市民にも広く不育症の認知をということで、ホームページや広報枚方に不育症に関する情報として掲載されました。2009年に厚生労働省がまとめた調査では、不育症患者の発生数は毎年3万から4万人で、全国に140万人の患者がいらっしゃると言われています。不育症の治療には、両親の染色体検査や子宮頸体検査等、多額の費用がかかります。不育症に公的支援を求める団体のアンケート調査では、平均で122万円と、経済的負担の大きさが紹介されています。ヘパリン注射はようやく今年1月から保険適用となりましたが、まだまだ経済的な理由で出産を諦める方もおり、不妊治療同様、不育症治療にも助成をとの要望を地域の方からいただきました。岡山県真庭市から始まった助成制度が全国に広がる中、ついに大阪で初めて高槻市がこの4月から助成をスタートさせました。また相談窓口を設置している自治体もございます。平成24年度から自治体で相談窓口を設置した場合、国から補助金が出るとのことです。少子化対策として、不育症の検査や治療に対する助成制度を実施してはいかがでしょうか。また、不育症に関する相談窓口の設置についての見解もお尋ねします。4、特別支援教育について。本市の特別支援教育についてお尋ねします。現在、本市の小中学校の支援学級在籍児童・生徒は698人と増加傾向にあり、また通級指導教室に発達障害のクラスが3クラスあることもお聞きしました。市はノーマライゼーションとリハビリテーションの理念を踏まえ、すべての障害のある児童・生徒の自立等を目指し、支援教育の充実に努めておられます。どういった手立てをなされているのでしょうか。またデイジー教科書などの支援ツールについての考えをお伺いします。5、中学校給食について3点質問します。先の文教委員協議会において全員喫食が 59.4%、 選択制が 23.2%、 今まで通りが 13.1% という結果から、なぜ選択制になったのかとの質問に対し、選択制の共同調理場方式は1、弁当を望む生徒のニーズに応えられる。2、健康、体力づくりのことを考えると、栄養価が配慮されている給食が良いから、との市民の声に応えた給食が提供できるとのことでした。民間では、2の健康、体力づくりのことを考えた栄養価に配慮されたものは提供できないのでしょうか。2点目、他市において、ランチボックス方式を採用しているところは、温かい給食ではないとのこと。
1億7000万円プラスしてでも温かい給食を提供しようとされたのはなぜでしょうか。またお弁当の生徒は冷たいわけですが、この点はどう克服されるのでしょうか。3点目、市はどのような食育を展開されるのか、また民間ではそれができないのかをお尋ねします。6、防災対策について、1、分散備蓄について、東日本大震災から1年3ヶ月、首都直下地震や東南海南海地震の発生が懸念されています。私は12月定例会でいざという時に避難所ですぐに活用するため分散備蓄を進めてほしいと要望いたしました。避難所に指定されている小学校への分散備蓄は空き教室を確保できた学校から進めているとのことですが、その進捗状況をお聞かせください。また拠点となる小学校以外では毛布、ブルーシートおよび断熱シートの3点の備蓄となっておりますが、いざという時に備え水や食料なども備蓄しておくことが必要と考えますが、この3品目を選定している理由についてお聞かせください。2、防災教育について、防災教育の提唱者である群馬大学の片田教授は、防災で最優先すべきは災害ごときで人が死なないこと、生き残った方を全力で支援するのは当然として、やはり犠牲者を出さないことに最大の力を注ぐべきと語っておられます。分散備蓄は災害が起こった時の対策ですとともに、犠牲者を出さないためにいざという時どう行動できるか、その観点で我が会派では一貫して防災教育の重要性を訴えてまいりました。新年度がスタートし、学校現場における防災教育の取り組みをお聞かせください。3、女性の視点からの防災、2点質問いたします。1点目は女性の視点で作られた防災に関するリーフレット作成についてです。この件につきましては、3月の定例会において我が会派の有山議員から質問し、検討してまいりますとの答弁をいただきました。その後の進捗状況をお伺いします。そして2点目は防災会議における女性委員の人数についてです。昨年度の防災会議の女性委員の人数は36名中1名ということで、12月定例会における私の質問に対し、今後移植をお願いする際にはできる限り女性を推薦していただくよう働きかけてまいりますとの答弁をいただいております。今年度の状況をお伺いします。4、災害時要援護者について、災害時要援護者への支援対策は本市で災害時要援護者避難支援事業として取り組まれているところでありますが、市民の安心安全に関わる重要な取り組みとして市民の関心も高まっています。現在の要援護者と避難支援者の登録状況と今後の事業の充実に向けてどのように取り組んでいくのかお伺いします。7、住民票の閲覧について、住民票の閲覧についてこの度本人通知制度が開始されますが、この制度のメリットをお尋ねします。また配偶者からの DV ストーカー行為等から被害者を保護する手立てとして住民票の閲覧制限がありますが、どのように対応されているかお尋ねします。8、長尾駅周辺整備について、現在長尾駅は橋上駅舎の大規模な工事が実施され、着々と駅舎の景観が分かるようになってきました。地域の皆様は駅ホームや周辺からこの工事状況を見て、駅前広場の完成を本当に待ち遠しく感じておられます。そこで長尾駅前広場整備事業の進捗状況と今後市民の皆様へはどのように周知されるのかお伺いします。また長尾駅周辺の道路や駅南側の踏切長尾道踏切では交通渋滞が発生しています。この解決のためには都市計画道路牧野長尾線の整備を早期に実現していただきたいと考えますが、牧野長尾線の進捗状況をお伺いいたします。9、高齢者対策について、山口議員からは介護ボランティアポイント制度の質問がありましたが、私は別の角度からお聞きします。
枚方高齢者保健福祉計画21の第5期計画において、第1号被保険者の保険料基準月額が4935円、平成24年度の要介護認定者率は 17.4%、いずれも全国平均と比べると若干低いものとなっているとのことですが、65歳以上の高齢者の方は月平均5000円近くの介護保険料を納めていながら、8割以上の方が介護サービスを受けていらっしゃらないということになります。介護サービスを受けていない高齢者の中には入院されている方もおられるでしょうが、心身ともに元気で介護サービスを受けることを必要としていない高齢者が多くいらっしゃるということです。京都府ではその元気な高齢者、具体的には介護サービスを10年以上利用していない90歳以上の人に地元商店街などで使える3万円分の商品券を送る事業を始めます。長年にわたる健康維持の努力を検証する意味が込められています。枚方市においてもこのような介護サービスを利用していない元気な高齢者を検証する取り組みを検討されてはどうかと思いますが、見解をお伺いします。以上で1回目の質問を終わります。渡辺教育委員会学校教育部長。はい。学校教育部に関連する3点のご質問にお答えをいたします。まず通学路の安全対策についてお答えします。教育委員会では学校園に対し通学路の安全点検等を定期的に行うよう指示するとともに、校区内の交通危険箇所や防犯上注意すべき場所等を記入した校区安全マップの作成を通して児童生徒が自ら危険を回避する力を育成する安全教育の充実を図っているところです。また PTA の生活指導委員や地域の方々には通学路での見守り活動を自主的に行っていただいており、学校園では交通安全教室を開催し交通ルールやマナーについての指導を進めているところです。さらに教育委員会では危険箇所に交通専従員、交通指導員を配置し安全確保に努めております。今後町内に設置した学校園安全対策検討委員会において、文部科学省が策定した学校安全の推進に関する計画を参考にしながら、今後の通学路の安全や集団登校の在り方等について調査研究を進めてまいります。次に4の特別支援教育についてお答えします。学校園では支援教育の中心的役割を担う支援教育コーディネーターを教職員のうちから指名しており、発達障害等のある幼児児童生徒の実態把握やそれに基づいた個別の指導計画の作成、また学級担任に対し一人一人の障害の状況に応じた指導方法についての助言を行っております。加えて保護者との相談窓口や外部関係機関との連絡調整などの役割を担っております。支援教育コーディネーターがその役割を十分果たせるように、教育委員会では平成19年度から全小中学校に非常勤講師を配置し、担当する授業の一部を軽減することによって支援教育コーディネーターの活動時間の確保に努めているところです。また発達障害等のある幼児児童生徒が使用する教材やツールについても研究を進めており、例えば視覚認知が苦手な児童生徒に対して有効とされるいわゆるデイジー教科書についても活用に向けて研究を進めているところです。今後も一人一人の幼児児童生徒の障害の状況に応じた適切な支援を行えるように、支援教育のさらなる充実を図ってまいります。最後に6、防災対策のうち括弧2の防災教育についてお答えします。教育委員会では全小中学校の学年主任や養護教諭、幼稚園の主査教諭、主任教諭等を対象に防災教育研修を実施し、教職員の防災意識の向上を図っているところです。加えて府が実施する防災教育研修にも積極的に参加を呼びかけております。また自然災害等の危険に際して
幼児、児童、生徒等が自ら危険を予測し、回避する能力を高めるため、今年度新たに文部科学省作成の学校防災マニュアル作成の手引きを各学校へに配布いたしました。そのマニュアルを活用し、河川に近い、あるいは山に近いなど、それぞれの学校への置かれている状況に応じて、一律のものではない各学校園ごとの防災マニュアルを作成し、合わせて避難訓練の見直しも行い、より実効のあるものになるように各学校園を指導してまいります。このほか教育委員会では地域の方のご協力もいただき、恒常的に防災意識を持たせるため、子どもたちが避難所体験を行う学校防災キャンプを平成19年度から実施しており、今後もこれらの取り組みの一層の充実を図ってまいります。ひとみ健康部長。がん対策についてお答えいたします。平成23年度の乳がん検診受診率は 14.1% となっており、大阪府の平均と比較しますと 1.9 ポイント低い状況となっています。次に検診の対象年齢でございますが、本市では平成17年度からマンモグラフィー検査を開始しておりますが、30歳代の方には必ずしも医学的にマンモグラフィー検診が適しているとは言えないということから、自ら発見していただくための自己触診の普及啓発を推進しているところでございます。厚生労働省は30歳代に有効な検診内容について現段階では報告がないとして、今後も調査研究を行うとの見解を示しております。本市といたしましても、この国の動向を注視しますとともに、引き続き自己触診の普及啓発を進めてまいります。次に不育症についてお答えいたします。現在不育症に関する情報につきましては、市のホームページに掲載するとともに、平成24年3月に厚生労働省の研究班により作成された不育症の相談対応マニュアルに基づき、市民からの問い合わせに対応をしているところでございます。その際、詳細にわたる相談につきましては、主治医である産婦人科医師への相談をお勧めしておりますが、今後検査や治療等への支援のあり方について検討をしてまいります。大谷教育委員会管理部長。はい。5、中学校給食につきまして順次お答えいたします。1点目の民間での給食の提供につきましては、民間におきましても健康・体力づくりのことを考えた栄養価に配慮された給食を提供できるものと考えているところでございます。本年6月の文教委員協議会におけるご質問の答弁につきましては、アンケートにおいて全員喫食方式を選択された市民のうち、多くの方々がその選択理由を健康・体力づくりのことを考えると栄養価が配慮されている給食が良いからというご意見とされておりました。本市の実施手法が望んでおられる全員喫食方式ではなく選択制になったといたしましても、共同調理場方式であれば全員喫食の場合と同様に共同調理場で調理した給食となりますので、このご意見に十分に答えることができるという趣旨でお答えしたものでございます。2点目の温かい給食を提供しようとする理由ですが、一般的な認識といたしまして、学校の給食は温かく家庭からの弁当は冷たいものというところがございます。またランチボックス方式を採用している市においては、温かい給食を望む声があります。このような中、本市の中学校給食につきましては、弁当を持参できない生徒に提供することだけを目的とするものではなく、安全で安心な栄養バランスの取れたおいしい給食を目指すものとして、費用対効果も考慮する中で、温かい給食を実施しようとするものです。家庭からの弁当を温めることは、衛生管理の面からも困難でありますが、温かい食事を希望される方におかれては給食を選んでいただければと考えております。3点目の食育につきましては、食育は食育基本法や食育推進計画および
学校ごとに定められる食に関する指導全体計画に基づきまして、給食未実施の現在の中学校におきましても、評価、特別活動、総合的な学習の時間等で、食に関する知識の習得から、さらに食を選択する力の習得へと、重点を移して食育に取り組んでおります。共同調理場ランチボックス方式による給食の実施後は、法令の規定に基づき新たに配置されます。2、3名の栄養教諭を中心として、さらなる食育を推進していくことが可能になるものと期待しております。民間調理場活用方式の場合には、大阪府からの栄養教諭の配置がございませんので、人材の確保が人的にも財政的にも課題となるものと考えております。佐藤市民安全部長。はい、まず6防災対策について各1分散備蓄についてお答えをいたします。分散備蓄については現在までに市内27校で完了しております。残り18校のうち2校につきましては余裕教室の使用の手続きを進めております。余裕教室の確保のめどが立たない16校につきましては今年度中に防災倉庫を設置していく予定としております。分散備蓄につきましては当初市内の拠点となる12の小学校等へ備蓄しておりました物資を余裕教室等が確保できた学校から順次進めてきたものでございます。その際にまず避難所が開設された場合に直ちに必要になるであろうと考えられる毛布、ブルーシートおよび断熱シートにつきまして分散備蓄に取り組んでまいりました。しかしながら今後水や食料などの分散備蓄につきましても備蓄スペースや入れ替えの方法などを勘案しながら検討してまいります。次に3、女性の視点からの防災についてお答えをいたします。1点目の女性の視点で作られた防災に関するリーフレットの作成につきましては現在原案が出来上がった段階ですが今後できる限り早い時期に完成をさせ自主防災組織などに配布するとともにその内容につきましてはホームページにも掲載するよう進めてまいりたいと考えております。2点目の防災会議における女性委員の人数につきましては関係団体などへの今年度の推薦依頼の際にできる限り女性を推薦いただくようお願いをいたしましたが結果といたしましては女性委員は1名のままでございました。枚方市審議会の委員等の選任に関する規定では審議会等で委員に占める女性委員の基準を 35% 以上としていることから今後も女性委員の割合を増やせるよう引き続き努力をしてまいります。次に7、住民票の閲覧についてお答えをいたします。まず本人通知制度についてですがこの制度は本年7月9日から実施を予定しているもので住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求や不正取得の防止と抑止を目的に事前に登録された方に対し事故の住民票の写し等が交付された事実をお知らせするものでございます。多くの市民の方が登録されることでより高い不正請求等の抑止効果が得られますので幅広くご協力をお願いしているところでございます。次に DV 等の被害者につきましては保護命令決定書の写しなどを添付または警察や配偶者暴力相談支援センターが保護を必要とする意見を付した被害者からの支援措置申し出書の提出があった場合につきまして被害者の保護を図るため被害者保護支援措置として住民基本台帳の閲覧住民票の写しや戸籍付票の交付を制限しております。文林副支部長。はい、6防災対策についてのうち4災害時要援護者につきましてお答えいたします。災害時要援護者避難支援事業の登録状況につきましては5月20日現在要援護者数が1103人、避難支援者数が237人となっており前年度の同時期と比較いたしますと要援護者登録数で197人の増加がございました。災害時に遅れによる
二次被害を防ぐためにも、要援護者の近隣に住む地域の方々の速やかな支援が最も効果的であるとの認識から、今後も引き続き事業のさらなる周知と地域の方々との連携をより一層充実していくための取り組みを進めてまいります。次に、9、高齢者対策についてお答えいたします。元気な高齢者を支援する取り組みといたしまして、京都府の事例をご紹介いただいたわけでございますが、介護サービスを利用していない方へ商品券また現金等を給付することにつきましては、保険制度の趣旨また厳しい本市の財政状況などを踏まえますと実施は困難と考えております。しかしながら本市としましても、元気な高齢者が要介護状態に陥ることなく、いつまでも元気で生き生きと暮らせるよう支援する介護予防施策を最重要課題と位置づけておりまして、これまでも運動機能向上や認知症予防などさまざまな介護予防教室の開催、また生きがい創造学園や家族介護支援事業などについても取り組みを進めているところでございます。今後におきましても幅広くまた多数の高齢者が参加していただき、いつまでも健康で生きがいを持って暮らしていただくことができますよう、先行市のさまざまな取り組みを参考としながら積極的な介護予防事業に取り組んでまいります。池水土木部長。8、長尾駅周辺整備についてお答えいたします。長尾駅前広場整備事業につきましては、現在 JR 西日本が橋上駅舎及び自由通路の工事を実施中でございます。また駅前広場につきましては、本市が詳細設計を実施し、駅前広場の具体的なレイアウトや信号機などの安全施設について、警察、大阪府、バス、タクシー事業者などの関係機関と協議を進めてまいりましたが、この度その内容がまとまりましたので、広報枚方7月号および本市ホームページで市民の皆様にお知らせしたいと考えております。駅前広場の工事は本年の秋頃から着手していく予定でございまして、工事内容につきましては地元説明会を開催させていただきます。今後も機会あるごとに長尾駅前広場整備事業の進捗状況を市民の皆様へお知らせしたいと考えております。次に、都市計画道路牧野長尾線につきましては、牧野地区から不動片野久美山線までの区間で整備を完了し、片野久美山線から不動枚方高槻線までが未整備となっております。本市では牧野長尾線が第二京阪道路へのアクセス道路となることや、長尾駅周辺の渋滞解消など地域の皆様の利便性を図るために早期の整備が必要な道路であると考えております。現在道路予備設計を実施し、事業用地の先行取得に努めており、今後も事業化に向けて引き続き取り組みを進めてまいります。上野議員。それぞれのご答弁ありがとうございます。それでは一問一答方式で2回目の質問要望をさせていただきます。1、通学路の安全対策について。私は先だって5月8日地元のお母さんたちとともに歩道のない通学路の点検をしてまいりました。朝は車の量が多く、なおかつ電柱が道路上にあるため車側に膨らんで歩く、少し行くと右折車を避ける車が子どもたちの列に寄ってくるような感覚、亀岡の事故を受け心配でたまらないとのお声に、何としても子どもたちの命を守らねばと大阪府に安全対策を講じてほしいと訴えてまいりました。菅原小学校区 PTA の方も昨年から歩道の確保を府に要望しているが実現しないとのこと、こういった市民の声にどのように対応されているのかお聞かせください。また横断歩道が薄くなっている箇所が見受けられますが、整備はどのように進められているのかをお聞かせください。渡辺学校教育部長。はい。通学路の安全対策について2回目のご質問にお答えします。毎年年度当初には各小学校において通学路の設定を行うために、学校の職員や PTA の生活指導員等が協力して危険箇所の点検を行っているところです。またこの度文部科学省から亀岡の事案等を受けて、
学校が道路管理者や警察と連携して通学路の安全点検を行い、必要に応じて安全対策を講じるよう依頼があり、今後当該機関と連携し危険箇所等について調査を行ってまいります。また今後も横断歩道の補修なども含めて通学路の安全改善要望があった場合、教育委員会では実態調査を行い、関係部局及び諸機関の協力を得ながら改善に努力し、通学路の安全確保に努めてまいります。上野議員。京都府は事故の翌日から通学路の緊急安全点検を始めました。大分市では5月11日交通問題協議会を、和歌山市教育委員会では市内の小中学校と幼稚園が調査を実施した上で、5月28日教育関係者、警察署の交通課長、道路行政担当者が集まり、通学路緊急交通安全対策会議を開催。埼玉県では前倒しで通学路を整備するとのこと、問題に対処していくスピードが大切ではないでしょうか。安全策の例として、東京都文京区では2006年、国の補助事業を活用し、通学路のある区道の一部で車道幅を 1.5 メートル狭め4メートルにし、その分歩道幅を 1.25 メートルから2メートルに広げました。また車道は終日一方通行に変えるとともに、車の走行速度を抑えるため時速30キロに規制するなど、歩行者主体の道路にしたそうです。ドライバーの安全意識啓発を呼びかけるのはもちろんです。実際亀岡では事故後、交通安全対策協議会会長の市長が先頭に立ち、運転手にチラシを手渡したとの記事がありましたが、とともに地域で対策を講じ事故を減らすことは可能ではないでしょうか。京都府警亀岡署は12日、事故現場の不動の制限速度を時速40キロから30キロに下げることを発表しました。我が会派では、去る5月28日、竹内市長、南部教育長に通学路の安全を求める要望書を提出いたしました。地域の宝であり、市の将来を担う子どもたちが安心して登下校できるよう、早急に安全対策を講じることを要望します。2、がん対策について、6月8日、がん対策基本計画が閣議決定されました。その中で、ウイルスや細菌への感染は、がんの原因として寄与が高い因子とされ、例として、胃がんと関連するヘリコバクターピロリ菌が挙げられています。国際がん研究機関では、1993年に胃がんの原因の一つはピロリ菌だと結論を出しておりましたが、日本では昨年ようやく認められ、今回のがん対策基本計画に明記されました。ピロリ菌研究の第一人者である北海道大学の浅香正弘特任教授は、日本では約40年間、毎年約5万人もの胃がん患者が亡くなっている。治療技術とともに胃がん予防策が大切ではないか。薬剤を服用してピロリ菌を除菌すると胃がんになりにくいということが明らかになってきた。つまり、ピロリ菌を除菌すれば胃がんを予防できると語っておられます。高崎市では平成23年から胃がんリスク ABC 検診と20歳のピロリ菌検診を始めました。胃がんリスク検診とは、ピロリ菌感染の有無を調べる検査と萎縮性胃炎の有無、ペプシノゲンを調べる検査を組み合わせて、胃がんになりやすいか否かのリスク危険度を分類する検診です。直接胃がんを見つける検診ではありませんが、血液検査で済むために検診の負担が軽く、費用も500円と割安なのが特徴です。40歳から70歳まで5歳刻みの検診として実施されています。20歳のピロリ菌検診は自己負担なしです。採血をしてピロリ菌感染の有無を調べ、感染のある人はできる限り若いうちに除菌治療を受け、ピロリ菌を退治する。そうすれば胃がんになる可能性は低くなるということです。一方、大阪の茨木市では平成22年度からがん検診にペプシノゲン法の検査を取り入れています。40歳から65歳までの5歳刻みの人が対象で、200円の負担で受診できます。大腸がん検診の検便キットでピロリ菌検査を行うこともできます。市民の命を守るため、胃がん検診のあり方を見直し、ピロリ菌検査を追加すべきと考えますが、市の見解をお尋ねします。仁美健康部長。はい、お答えいたします。ピロリ菌検査につきましては、がん対策推進基本計画の中で、
除菌の有用性について内外の知見をもとに検討するとされております。このことから本市といたしましても、当面現行の胃がん検診の受診率向上を優先課題として取り組みますとともに、ピロリ菌検査についてはこの国の検討結果を注視してまいります。上野議員。先日新聞に寝屋川市における寝屋川健康マイレージ制度が紹介されていました。市民が自主的な健康づくりの目標設定や健康審査、健康教室などへ参加するとポイントがもらえ、そのポイントを集めて応募すると健康グッズ等と交換できる制度です。本市もさまざま努力を重ねておられることは理解しております。その上でさらなるがん検診受診率の向上及び市民の健康づくりのためにこのような取り組みをされてはいかがでしょうか。お尋ねします。人見健康部長。はい、お答えいたします。本市におきましても複数のがん検診を受診した市民からの応募を受け付けまして、抽選でヒラニャンコストラップをプレゼントするがん検診受診率アップキャンペーンや、健康づくりのための3つのチャレンジにエントリーした市民を対象に抽選で枚方オリジナルグッズをプレゼントするエントリーアップキャンペーンを実施しているところです。また本年度より国民健康保険の特定健診受診者の中から抽選で商品券や市内スポーツクラブの利用券などが当たる受診キャンペーンを実施しており、今後もこういった取り組みの周知に努めますとともに、より一層検診率を高める取り組みにつきましても検討してまいります。上野議員。3、不育症について、現在の出生率は全国 1.39、 大阪 1.30 のところ、枚方市は 1.29 です。少子化対策の一環として不育症の検査や治療に対する助成制度の実施を強く要望いたします。合わせて相談窓口の設置も要望させていただきます。4、特別支援教育について、先日支援学級在籍の保護者の方に支援教育コーディネーターのことをお聞きしますと、全体のことを見てくださりとても助かっていますとのお声でした。ますますの充実に期待します。またデイジー教科書についてですが、奈良県香芝市立小学校の研究報告に、通常の教室で学習に困難のある子どもだけがデジタル教科書と情報端末を用いて授業に参加しているケースはなかなか認められにくいことであると、一人だけ違うことによる偏見や羨望、それによるいじめが危惧されているためと思われるが、今回の研究校では工夫をし良好な学級運営を行えていたとあります。さらなる研究で一日も早くデイジー教科書が導入されることを要望しておきます。それでは就学前において乳幼児検診等を通じて発達障害のお子さんをどのくらい把握されているのか、また枚方市全体としてどのくらいの人数を把握されているのかお尋ねします。人見健康部長。はい、はい、お答えいたします。乳幼児期は検診等で発達の遅れやつまずきが見られましても、発育発達の経過を見ていくことが必要な時期でございます。就学前の段階では確定診断に至っていない場合も多く、保健センターで相談支援をしているケースや子育て支援室で実施している保育所への巡回相談などで支援しているケースの人数は把握できておりますが、全体としての人数の把握は困難な状況でございます。上野議員。発達障害に関しては早期の支援が大切であると言われていますが、就学前の支援の状況はどのようになっているのでしょうか。お尋ねします。人見健康部長。はい、お答えいたします。本市では乳幼児検診や相談事業を通じて発達障害の早期発見早期支援を行っております。具体的な内容としまして、心理相談員による発達相談や児童精神科医によるフォロー検診を行うとともに、フォロー教室や保健師等による個別支援を行っているところでございます。また必要に応じて専門医療機関や療育機関に紹介するとともに、お子さんの所属する幼稚園や保育園と連携して支援のあり方を検討したり、就学時においては学校への引き継ぎも実施をしているところです。上野議員。先ほどの療育機関についてお尋ねします。
児童福祉法の一部改正により、障害児施設の種類であります知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設は児童発達支援センターと変更されました。3月の定例会において、枚方市児童福祉施設条例の一部が改正、条例の一部改正が行われ、知的障害児通園施設一律杉の木園は、児童発達支援センター市一律杉の木園に、肢体不自由児通園施設一律幼児療育園は、児童発達支援センター一律幼児療育園と改められました。そもそも児童発達支援センターの求められる機能とは、どのようなものがあるのかお聞きします。水野子ども青少年部長。はい。本年4月の児童福祉法の一部改正に伴いまして、一元化されました障害児施設、いわゆる児童発達支援センターの機能といたしましては、これまでの通所支援機能に加え、保育所等訪問支援と障害児相談支援という2つの地域支援機能の実施が定められております。保育所等訪問支援とは、保育所等を現在利用されている障害児が集団生活に適応できるよう専門的支援を提供し、安定した利用を促進するものでございます。また、障害児相談支援とは、専門性を有する相談支援専門員が地域の障害児やその保護者の相談に応じ、支援を行うものでございます。これら2つの地域支援機能につきましては、平成27年4月までに実施することとされておりますので、引き続き地域支援の機能充実に向け、課題整理に努めてまいります。上野議員。障害児を抱える親にとって、相談支援があることはありがたいことです。先ほど、枚方市全体での発達障害児の人数の把握は困難な状況とのことでしたが、平成18年度の厚生労働省の研究班で実施された調査において、発達障害児の発生頻度は 8.2% から 9.3% と推定されるとの報告があります。年間出生が約3500人で、発生頻度が 9% とすると、1学年あたり約300人のお子さんが発達障害であると推定されるということです。知的障害児の療育施設としての杉の木園は、定員40名でいっぱいの状態になっています。また、地域支援事業として、在宅障害児の支援として週1回療育を受けるすくすくグループも実施されていますが、そのグループも定員があるとのことで、保護者の方々も不安な日々を送っていらっしゃるとのことです。発達障害児への支援は重要な課題でありますから、杉の木園のリニューアルに合わせて定員の増員を要望しておきます。さらに愛知県尾張旭市の例ですが、この4月から市保健センターに子どもの発達障害に関する専門の相談窓口を開設しました。所長、専門相談員、保健師など4人のスタッフを配置、従来バラバラであった保育、学校教育、福祉、保健、医療の関係機関が連携し、0から18歳の子どものそれぞれのライフステージにおける一貫したサポートを行います。特に学校現場から現職教員がスタッフとなり、学校や教育委員会とのパイプ役として適切な支援を目指します。また、市内の医師がセンター内において月に一度予約制で発達専門相談を担当、さらに保健師や教員のスタッフが保育園、学校などの巡回訪問も実施しているそうです。本市においても発達障害に関する悩みを総合的に支援していく体制づくりを要望いたします。5、中学校給食について、健康、体力づくりの考えた栄養価に配慮された給食は、民間においても提供できるというご答弁でした。また、現在も食育をされているなら、栄養教諭イコール共同調理場にこだわらなくてもいいのではないかと思いました。また、先ほどの答弁で、お弁当の冷たさが克服されたとは思えません。さて、私どもは以前より小学校の共同調理場の老朽化について心配する旨を指摘しておりましたが、一昨日の高橋議員の質問において、中学校給食共同調理場は今後建て替えを必要とする小学校給食の調理場施設の更新の際のバックアップ施設にもなりうるとの答弁がありました。私は昨年度文教常任委員会でしたが、初めて耳にしたお話です。どういうことなのか説明をお願いします。大谷管理部長。はい、お答えいたします。お尋ねの答弁につきましては、小学校給食の調理場施設の建て替え時における
バックアップ施設確保の可能性の一つとしてお答えしたものでございます。上野議員。教育委員会のなぜ共同調理場方式なのかとの答弁が、まあ、二転三転しているそういう感じをします。初めから共同調理場ありきの考えなめません。広報枚方4月号を読んだお母さん方は中学校給食が実施されると一旦は喜んだものの開始時期を見て破然、小学校6年生にとっては中学校給食は何の関係もない遅すぎるとお怒りの声でした。実施時期も合わせ手法を再度お考えいただくよう強く要望いたします。6防災対策括弧1分散備蓄について、気の身気のまま避難する事態であったり外出中に被災した時を想定すると備蓄品が今のままでいいのか不安です。阪神淡路大震災を経験した神戸市は毛布、敷物、飲料水、アルファ化米、クラッカー、缶詰、生理用品、紙おむつ、成人用、幼児用、粉ミルク、哺乳瓶付きの9品目を標準として270箇所に備蓄しています。いざという時すぐに手の届くところにあるのがいいとの考えからです。河川や道路状況を考慮し備蓄品を検討すべきと要望します。次に備蓄に関し別の角度からお尋ねします。医療を受けている人にとって医薬品の備蓄は大丈夫なのかという心配があります。そこでまず災害時の医療体制はどうなっているのか、市は健康医療都市のコンソーシアム設立に先駆けて5月31日に災害医療対策会議を立ち上げられたようですが、この災害医療対策会議を新たに創設された趣旨とその会議において具体的に何を課題とし、今後どのような取り組みをしていこうとされているのかをお伺いします。人見健康部長。はい、お答えいたします。今回立ち上げました災害医療対策会議は、これまで枚方市地域防災計画に基づいて平成16年に設置しておりました救急医療対策会議を母体としまして、新たに災害拠点病院の関西大枚方病院をはじめとした市内の公的病院や枚方保健所に参画いただき、地域全域にわたる災害医療体制の確立を目指して創設したものでございます。先般5月31日に開催しました第1回の会議では、まあ、会議運営の基本的ルールを定めた要領を確認いただくとともに、今後のテーマとしまして災害時に備えた備蓄医薬品の見直しや、市と消防組合や公的病院が連携した災害医療訓練の実施などの課題につきまして、さまざまな観点から活発なご議論をいただいておりまして、引き続き今後の検討課題としていくことを確認しております。上野議員。災害時に備えて多くの関係者に参画していただいて体制を整えておくことは大変有意義な取り組みであると考えます。そうした中で今の答弁にありました災害時に備えた医薬品の備蓄の見直しについてですが、東日本大震災の教訓を踏まえますと放射線被爆への備えとして安定用素材の備蓄も検討課題となるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。人見健康部長。お答えいたします。現時点で災害医療対策の項目として放射線被曝に対する明確な指針や対策の基準となるものが定まっておりませんが、国や大阪府における検討を注視しますとともに、この災害医療対策会議に参画いただいている医師会や基幹病院保健所の先生方の専門的な見地からのご意見なども伺いながら、今後の課題としていくことについて検討していきたいと考えています。上野議員。括弧2防災教育について、三重県では児童生徒の命を守るため防災ノートを作成いたしました。その中に保護者の皆様へと呼びかけている項目があり、子どもたちが防災対策を知っていても周りの大人たちの防災意識が低ければ十分な対策をすることはできない、一緒に取り組み家族の防災意識を高め、さらに地域の防災意識向上へとつなげていきたいといった趣旨の言葉が添えられています。命を守る教育の取り組みをしっかりとお願いいたします。括弧3女性の視点からの防災、内閣府と総務省消防庁は全都道府県の防災担当部局に地方防災会議への女性の登用推進を求める通知を出しました。
通知では都道府県の防災会議の委員選定について定めた災害対策基本法15条5項の1、5、7号を活用して女性委員を増やすよう推奨、例えば女性の委員が人事異動でいなくなるのを防ぐため役職ではなく個人を対象に委員を選定するよう助言しています。女性の視点からの防災を充実していくためにも今後個人指定等を活用し女性委員の割合が増えるよう要望しておきます。括弧4、災害時要援護者について、先ほど防災教育で紹介しました片田教授は学校での防災教育を通し約20年かけて主体的に避難する大人づくり親づくりを進めているそうです。しかし主体的に避難するといっても障害のある方や高齢者など自分で逃げたくても逃げられない災害時要援護者の方々をどうするのか、それこそ市が目指す地域の方々の速やかな支援、すなわち地域のコミュニティ力など共助の強化でしょう。見直しには地域力を高める共助を推進する2つの条例があります。一つはふれあい安心名簿条例、災害時などいざという時に必要とされる名簿の有用性を踏まえ同条例で個人情報を保護しながら市民が安心して名簿を作成し管理できる仕組みを定めました。またもう一つは災害時特別宣言条例、行政と市民が一体となった防災体制として災害時に特別宣言が出されると行政は重点的に災害対応に力を注ぎ、市民側は地区防災委員会を中心に避難支援、避難所の運営、あらかじめ災害時要援護者の情報を名簿化し避難所に保管していたものを地区防災委員会が開封し活用できることまで定めています。大変な事業であります。しかし犠牲者を出さないためにもどうぞよろしくお願いいたします。7、住民票の閲覧について、4月19日の読売新聞の性虐待転居先教えないでとのタイトルが目に飛び込んできました。先ほどの答弁からも DV やストーカーの被害者から公的な被害証明書とともに申請書があれば加害者から請求があっても住民基本台帳の住所閲覧は拒否できます。しかし新聞によれば家庭内の性的虐待は支援の対象外とされており適用対象とするかは自治体の判断とされその判断もまちまちであり保護を必要とする意見も警察に求める傾向があり今回国に対して住民基本台帳の閲覧拒否できる対象に家庭内の性的虐待も加えるよう求めています。 DV 防止法、ストーカー規制法に抵触しないケースやさまざまな理由から警察まで届け出がたいケースも考えられますがこのような被害者に対する住民基本台帳の閲覧を制限する支援措置について市としての考えをお聞かせください。佐藤市民安全部長。お答えいたします。住民基本台帳の閲覧、住民票の写しや戸籍不票の交付制限につきましては権利侵害につながる恐れがあるため適用にあたりましては警察等の意見を聴取するなど慎重な判断が求められます。また申し出者につきましても配偶者暴力防止法に規定する被害者とストーカー規制法に規定する被害者に限定されております。家庭内の性的虐待や暴力により加害者からの追跡を恐れ安心した生活を送ることができず住民基本台帳の閲覧等の制限を求められる被害者の方がおられることは認識しております。 DV ストーカー以外の被害者認定につきましては平成23年に大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会から大阪府警察本部へ協力依頼を行っており引き続き関係機関と連携して検討を進める必要があると考えております。上野議員。 DV ストーカー以外の家庭内の性的虐待や暴力であっても被害者保護支援措置が適用されるように私どもも国に働きかけていきたいと思いますが市としても被害者支援についてご検討をお願いいたします。また加害者からの住所探索を行われることを防ぐことも大切ですが我が会派として何度か質問を重ねてきました DV 被害者が安心して相談できる場としての配偶者暴力相談支援センター機能の整備、専門知識を有する人的配置、プライバシーや安全が確保できる場所などについて検討し早期実現に向けて取り組みを進めていただくよう併せて要望をしておきます。9、高齢者対策について、
厚生労働省は介護を受けたり病気で寝たきりになったりせず自立して健康に生活できる期間を示す健康寿命を初めて算出、男性 70.42 歳、女性 73.62 歳というものでした。介護予防事業で本市の健康寿命が伸び、その相乗効果として高齢者の励みになる事業を検討していただきたいことを要望しておきます。以上で私の質問を終わります。ありがとうございます。これにて上野貴子議員の質問を終結します。